アフガン化の冬服と本式のウシャンカを着用した旧ソ連陸軍兵士。アフガン化の襟及びウシャンカは人工毛皮フィッシュファー製ロシア帽はロシアをはじめとする霊下数十度にもなる寒冷地で頭部の防寒のため着用される毛皮の帽子。その独特のスタイルからウォッカ、バラライカ、ルワシカ、ドゥブリョンカなどとともにロシアを象徴するものとして知られている。ウシャンカのとは すなわちの複数型を示しており、名前はこの帽子の特徴である耳当てに由来する。従って、コサック帽やアストラカン帽などの耳当てのない帽子は、基本的にウシャンカとは呼ばない。耳当ては、通常情報へ折りたたんだ状態で、付属の紐を頭頂部で結び固定されている。耳当てを使用した場合、耳や顎、後頭部が完全に隠れる。 耳当てが顎に干渉すると首の動きが若干制限されるが、この場合は耳当ての紐を後頭部で結び合わせる。ロシア連邦軍の正式装備では、基本的に陸上部隊が灰色、海兵が黒色。昇降用のウシャンカはウサギ等の天然素材だが、兵卒に支給されるウシャンカの素材はアクリル製人工毛で、と揶揄されているが、 安価で水や汗に強く、汚れても丸洗い可能など、利点も多い。カジュアルな白のウシャンカを身につける女性。ウシャンカによく使われる素材は、高価でない羊皮。ウサギ及びマスクラットの毛皮。また前述のように、フェイクファーである。最もシンプルな魚の毛。性のものは、ウールパイル製で、パイルが露出した耳あけ部分を除いた上部には布地を使用する。ロシア北方の地域では、 マイナス70摂氏40度の極低温から着用者を守るミンクファー製のものが広く使用される。毛皮の耳当て付きの帽子はロシア、ウクライナ、セルビア、スロベニア、クロアチア、ボスニア、マケドニア、ブルガリア、ドイツなどの国々で数世紀にわたって用いられており、現在一般的に使用されている声援系のクラウンを持ったウシャンカは20世紀に入ってから開発された。 ロシア内戦の間、シベリアの支配者、アレクサンドル・コルチャークが、冬服の軍帽として、コルチャコフカを採用したのが1918年のことであり、これが、ウシャンカのプロトタイプとなった。しかしながら、コルチャークと白軍は後に内戦に敗北、ソビエト連邦でコルチャコフカが採用されることはなかった。赤軍の兵士たちは代わりに、フェルト製の帽子、ブジョの負荷を着用した。これは、 歴史のあるボガトイーリというヘルメットに似せ対象になっており、十分な体感性能を備えた作りではなかった。そのため、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻した冬、戦争において戦略的失敗や設備の不十分さからソビエト兵たちは寒さにさらされ、多くが投資する結果となった。フィンランド陸軍は、ウシャンカ式の毛皮帽であるターカスラキ M36 トゥルキスラッキを はじめ、より万全の体艦装備を有していた。ターカスラキ M36 の改良版がデザインされたのは冬戦争の少し前の1939年のことであり、今日まで現役で使用されている。冬戦争後、ソビエト赤軍の陶器軍服が一新され、部助の負荷はフィンランド軍のターカスラキ M36 をベースとしたウシャンカにとって変わられた。製のウシャンカが、 その他の階級のものには、プラシテン製、または、魚の毛、性のものが支給された。モスクワの戦いなどにおいて、ロシアの厳しい冬を経験したことから、軍服の体感性能が十分でなかったドイツ軍、兵士たちもまたウシャンカや、ソビエトタイプの陶器装備を用い始めた。ロシアの軍事博物館や、フランスソミュール戦車博物館には、第二次世界大戦期のウシャンカが展示されている。 時を経てウシャンカはソビエト連邦及びロシア連邦の象徴となった。アメリカ合衆国元大統領ジェラルド・アルフォードは1974年のソビエト連邦訪問の際にウシャンカを身につけることによりデタントの可能性を示唆した。ルーマニア革命当時の同国兵士、防寒防の前立から気象を外しているソビエト連邦国内での使用やワルシャワ条約全軍への配備をはじめとして ウシャンカはカナダなど原島地域を有する西側諸国の軍及び警察機構の投機装備の一部となった。現在ではグレー、グリーン、ブルー、ブラックが採用されている。2013年にロシア連邦軍は装備の変更を発表。基本的には従来のウシャンカと同じ形状だがタクティカルヘッドセットの装着のために収納可能な小型の耳当てを採用した。 1990年のドイツ再統一まで、ウシャンカはドイツ民主共和国の商兵や関係、鉄道員などが着用しており、後にドイツ警察の冬服として採用された。フィンランド国防軍では M62 ユニフォームと共に、グレーのウシャンカを使用、緑色の別デザインのものを M91 及び M05 冬服として採用している。 重装不評は、ブラック。司令官は、白の M39 型を着用する。王立カナダ騎馬警察は、ウシャンカと飛行帽の中間のような、マスクラット毛皮製の製棒を使用。それ以前は、アストラカン棒を用いていた。トロント交通局においても陶器に、同様の毛皮棒を着用する。中国人民解放軍の冬服にも、同タイプの帽子が用いられる。軍の模範的兵士とされた。 雷喫先を象徴する。この毛皮棒は中国人の間で雷棒と呼ばれる。北極海の戦いにおいて連合国の輸送船団の護衛のためイギリス軍の航空兵がコラワンを訪れた際、その軍服は寒さをしのげる作りでなかったためすぐさまウシャンカを身につけた。しかし耳当てを下ろしているのは男らしくないとされ、ロシア人たちがするように頭上に止めたままだった。 一方その、ロシア軍兵士のウシャンカの被り方は、毎朝の気象ラッパの際に、部隊長により通達される着用法に準じるため、兵士用ののがその被り方を自由にアレンジできたわけではない。ノルウェーの北部では、ウシャンカの派生型の帽子が普及している。しかしその名、ブヨーナフィットビオルネフィッテについてははずべきとされ、国内の多くの地域で好ましく取られていない。また、 飛行棒のスタイルとウシャンカのファーのハイブリッドのようなトラッパーハットは軍服由来のウシャンカよりも日常気向きであるセーブル製のウシャンカを身につけたアメリカのラッパー JZ ありがとうございます。